私の手元にも届きました。皆さんゲットしてくれましたか？84ページにいます。こんにちは。84ページに出ます。配信してます。可愛い人と目合いました。いただいてるんですよ。こんなに自分の昔のこと喋るの初めて。丸々2ページ私とかめっちゃすごくない？なかなか私基本グルメ手にぐるご飯持ってるさ写真しかさないからなんか変な感じです。なんか勝手に自分でも読んじゃってる。ぜひ見てね。今日は玲子ちゃんのお誕生日会です。しかも劇場公演5周年でした。昨日びっくり早いね。なんかすごいな。もう5年。そらそうか。でも自分も6年目やもんな。周年ありがとう。本当に見に来てくれていつもありがとうございます。びっくり、いろいろあったな。絶対私22日からコロナやった。あ、ちょ配信してる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 怖い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 。そんなことないよ。初めてこいつ使う。こいつじゃん。穴は待てない。どうしよう。初めてが夢逃げが。夢逃げめっちゃしたな。何回してんのあれ、あの声。そろそろドンキの焼き芋の季節。焼き芋最近食べてないな。食べたいな。せいでいつの間にか先輩やで。なんかびっくりするような。なんか自分がさもっと後輩やと思ってたけどいつの間にか後輩の方が多いって思ったらえーってなる。
配信中やで。あと30分無理だ。30分ケイトもちょっと頭回ってないかもしれん。バレた。うん、ロッキーは何年目ですか。6年目ちゃうかな。5周年やったからこの前。うんうん、6年目な気がする。今から星になっても全然遅くないです。まだまだ頑張るし、まだまだいろんなこと挑戦したいから、ぜひ。寝ぼけてるのかって。寝ぼけてるかも。だから今日めっちゃ寝たで。ロッキー星はみんな仲良しです。それ誰の一緒出会えてるし、こちらこそや。確かに当時と全然顔変わらんってよく言われるけど、なんかもう確かに 笑った顔とかあんま変わらない。新チームもね、そろそろ動き出すから楽しみにしてて。大人だった。でも22やからな、びっくりじゃない。で入ってきたの17やから、意外となんか年齢で見たらずっと大人やってんなって思う。加入前からメイク変えてる変えてる。昔はメイクさんに任せたけど、最近はほとんど自分でします。あと昔はメイクしない方が可愛いと思ってた自分で。衝撃的なことやけど、でも最近はメイクしなきゃダメです。そんな感じかな。薬は飲んでる。飲んでる。どっちも可愛い。Thank you。 でもすっぴんでいることも大事やなって思うようになった。メイクしてたら、やっぱすっぴんの方が肌に負担かからんからいいなって。今日もね、すっぴんで学校行ってきました。うん、お腹減ってきたな。あとこういう年何回できるんやろ。スキンケアは昔から多分5年ぐらい白潤使ってますね。白潤しか使ってない。で白潤使ってて、パックは気が向いたらしかしてなくて。でもやっぱり20代後半にお肌の曲がり角が来るよって言われてるから、最近から美容液とかはなんか肌の治安というか、今の自分の肌に合わせて美容液使い分けたり、乳液とかもちょっと重めのクリームにしてみたりしましたしてます。だから最近は韓国の美容液使ってるかな。でニキビができたらそこだけニキビに特化した美容液使ったりしてるかな。日焼けしたら赤くなっちゃうけど、基本も日焼けしないです最近。基本日焼け止め塗って日傘さしたりしてるから、外に長時間夏は出ないですかね。
本。それこそ NNB のなんかの時とかフェスの時とかキャンプの時とかやけど、キャンプももう今年なかったから余計焼けなかったし、なんかあとはでもママにちょっとは 火に当たった方がいいってよく言われるから、なんか骨粗しょう症になっちゃうみたいなこと言われて、だから手の甲とかには日焼け止め塗らないです。っていうのはちょっと意識してるかも。朝晩涼しくなったの。でも昼暑すぎへん？今日もさ長袖で行こうか迷ってんけどさ無理やった、普通に半袖で来ちゃったもん。もう10月やで。てか明日さジラピケのカビゴンが予約スタートやねんけど、店舗あると思います？私明日朝から仕事でさ店舗に行けるのが多分昼超えちゃうんですけど、そんな明日午前中だけで売り切れへんかな。売り切れたらどうしよう。あ、メイク。わかりました、終わったら行きます。明日はね朝からお仕事です。予約か、ネット予約12時にスマホを開けるのか問題なんだよな。店舗って予約しないかん、いか、あ、買えへんの？狙ってる人多いからもう切られへんって思ってる切られへんと思って待ってる。無理やろうなって思いながら、でももう今欲しいのはカビゴのフードがついたやつだけやから、短パンか長ズボンがもう売り切れてたらもう買わないって自分の中では決めてます。倍率高そうよな。ゲットできへんかったら明日一日落ち込んじゃう。お話し会で欲しいのに。店舗に入るための抽選なんかあるんや。じゃあもう無理やん。じゃあ店舗ではもう買えへんってことか。悲しいけどいいこと聞いたな。明日店舗行く気満々やったからな。じゃあネットだけってこと？買えるんかな、ネットだけとか。ポチポチ頑張る。無理。緊張するやん一番。絶対12時に即さサーバー落ちるんやろ。店舗は無理なんや。覚えとこ。え、どこの店舗も無理なん？田舎に行っても無理？売ってるところが限られてるんか。全部に売ってるんかと思った。みんなで頑張るか。ありがとう、ショールーム来てくれて。こんにちは。店舗には行けないということで悲しいです。ネットで頑張ります。
よし、頑張るわ。じゃあネットじゃあそろそろ終わりますね。遊びに来てよ。ごめん、もうメイク呼ばれたから行くわ。13位ゆりか、ありがとう。12位はるかちゃん、ありがとう。11位あさまっく、ありがとう。10位ルートくん、ありがとう。9位ゆうくん、ありがとう。8位トニー、ありがとう。7位アディビジャーさん、ありがとう。6位がコジ、ありがとう。5位がヒデヒデ、ありがとう。4位がガンズン、ありがとう。3位がまこっちゃん、ありがとう。2位が野原しんのすけのすけ、ありがとう。1位がしんのすけ、ありがとう。ということで皆さん見に来てくださってありがとうございました。ではでは、ドローンします。バイバイ、ありがとう。